はい、新しいとこ来ました。いてのね猫。おい、慣れてんの。あ、餌持てんか。お前一匹だけなん。え、一匹だけいっぱいおる言ってたけど、さっき向こうにも一匹おったけどね。餌持てんの。ここやな、いっぱい持てんの。うん、この辺に一本か。餌の入れも置いたんで、ここにも置いたんで、なんか一匹だけか。いっぱいおると聞いたけどね。今一匹だけね。あれ尻尾ないのこいつ。短いね尻尾。なあ。なあ。他は？あ、泣いてんね。一匹だけか。お前一匹だけか。ね。一匹だけおろ。なあ。他は？この子だけやね。一匹だけ尻尾あり。何食ってんの。一匹だけか。なあ。どうしたん。おい、メスやな。お前耳あれがないな。おいおいおい、怪我してんか。お前下手して、え、怪我してんか。お前手見せてみちゃうんか。怪我ちゃうんか。おい、おいで。一匹だけか。おい。おい。おい。こんな感じです。はい。はい、ケージ取りに行ってきました。それでね、保護することにします。こんなわけのわからんね、なんかようわからん人もいるから。おいで、おいで、おいで、おい、よし、はい。あ、あいつもおる。さっきおったやつやね。はい。もうすぐ捕まると思いますよ。入り。こんなもすぐ捕まると。入り。おい、汚いな、お前。ドラ猫やな、お前。おい、こんな子。おい。悪そう、病気やな、お前。病気やな。おいで。こっち来たかやん。こっちおいで。おい、おい。おいで。あれ、あれ、はい、あれ、あ、これはすぐ捕まる。食べ。
食べ。よっぽど腹減ってるな。これすぐ使わないな。奥だね、奥あるよ。すぐ捕まるでしょ、うん、さっきはあの三毛猫を取りに行ったけどいてなかったから新しいとこに来てんけど、ここも猫多い言うてたからね、うん、はい入り、あらちょっと待ってね、入れへんね。あ、入るかな。見た見たけど入れへんねん。はい、食べ。見てるんや、あっちから見てる。あっちから入ったらいいのに分かれへんねん。この子簡単に取れると思うけどね、こんだけお腹減ってたら。尻尾がありんね。もっと捕まるんちゃうかな。簡単に。同じ近くでも警戒しないから。簡単に使うと。はい、もう一個、もうちょっと。はい、入れ。入れようか。はい、はい。これで、手動でやったら、ほんとだ。逃げたね。踏め、入り入り、こっちや、こっちやもん、こっちこっち、はい、こっち、はい、入れ、こっち入れ、入れ入れ、おい、入ったらもうすぐええとこ連れてたるよな。はい、はい、あら、おい入り、おいで、まあ入れたろ、おいおいおい、はい、これ飛び越えていくよな、これ。おい、おい、入れ、おい、入れ、踏めよ、お前、それ、踏みなさい。はい、入れ。あら、ちょっと切りますね。入れ。明るないね、暗いね、なんか。あれ、踏まへんね。踏まないね。あれ、踏まないね。あれ、なんでや。入り入り、なんで入れんねん。
ちょっと踏まへんな、これちっちゃいからな。はいはい、よっしゃ、入った。はい、入りました。はい、はい、手動で撮ったけど、結構ね、おとなしい。こんな感じ。ね、まあ、慣れるの早いんちゃうかな。ね、こんな子です。はい。はい、今回ね、保護したここの子です。むちゃくちゃ可愛らしい顔してますよ。はい、こんな子。ね、可愛い顔してんな、お前。ね、チャトラのこんな子ね。むちゃくちゃ可愛らしいな。明日検査連れて行ったろからな。な。ご飯、お前、な。心配することないからな。な。偉いの食わされてたな。な。大丈夫やからな。な。栄養になるからな。心配することない。今は不安やけどな。心配することないから。な。こんな感じでね。餌見てもうたらわかるように。ね、あれが野良猫。野良猫って、野良猫が、な、幸せなんかいうことですよ、ほんまに。ね、あんだけね、この餌食べるのに必死になっててんからね、これを。ね。ほんまに。な。もうこれから餌は心配することない。な。わかった？な。はい。以上です。いろいろね、あった。ね、翔太郎くん。この子も、あれ、うんちゃんと一緒のところでね、保護しました。はい、食べ。食べないの？いらん。舐める方やから無理やな。食べないの。ちょっとこのチュールじゃないから嫌いかもなんね。ね、はい。はい、いきなりね、あれ、まだちゃう子が。あ、またちゃう子がおんね。三毛猫やね、これまた。まあ、さっき言ってたようにね、ここの子は、ねえ、おいおいで。これで、これで、耳カットしてんかな？してないね。また、餌やってる子いるからね。餌やってる子じゃなくて、餌やってる人いるからね、ここには。ほい。これ、三毛猫かな？三毛猫。餌待ってんか、ここからもおったけど、ここはね、ひどい言われてたとこやからね、周りほんまに何にもないんですよね。ちょっと入り口に住宅あるだけでね、ほんまほとんど何もないところやから、逃げてるようには思わねえんだけどね。なぜここには野良猫がようさんを言ってたからね。まあポンさんとかもね、もう言うてる間に広いとこ行くからね。え、綺麗な子だけど、こんなんもうほんまほとんどね、行き渡って向こうに家あるぐらいでね。まあ午後学校があるからね、
この向こうに陽さんおばちゃんおる言うてて、ね、この辺にもね、野良猫が陽さんおるいう話やってんけどね、やっぱいてますよね、やっぱり。おい、おいで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 。尻尾が垂れとんの。おいで。またそこで、そこで餌持ってんか、お前ら。なあ、おいで。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 こんな子ですよ。おいで。おいで。慣れてんか、お前。おいで。綺麗な子やね。まあ、こういう子はね、虐待を受ける恐れあるからね、保護したる方がええんけどね。ここはもうちょっと学生が多いからね、ほんまに。おいで、懐いてんか、お前。え？おいで、おい、こっちおいで。おい。まあ、ちょっと、一遍やってみます。ちょっと聞きたいんですけどね、この辺でね、あの猫、野良猫多いんやけど、保護、誰か飼ってる人いてます？わからない、すみません。親猫が飼うの。そうでしょ。それが飼うの。ここらの猫って飼われてるんですか？飼われてないじゃん。いや、野良猫、野良猫。いや、一応手術してる猫おったからね。あ、そう。うん、それで飼われてんちゃうか言うんやけど、ここらもうなんか餌やる人多い言うから、おい、これ野良猫増えてるとか僕も取りに来てるけど、あれだよ、あれあれね、あんなのもういっぱいおんねん。あ、そうなんすか。何匹ぐらいあんの？高校のもんか。あ、そうなんすか。今引そんないてます？おる。何匹ぐらいいてんすか？あんねん、ここで見んねんだけどな、どっちがある？あ、そうなんすか。この子もそうでしょ、今おる。あ、そうなんだ。あれも、うん、今一匹取ってんけど、僕に船と向こうの公園とかでも取ってんすけどね、猫。ああ、うん、あ、耳切ってるやつだの。矯正手術してんけど。矯正手術してんの。それ、いて、いや、昨日、この前茶色に取ったんやけど、矯正手術してるんやけど、耳キャッとしてないんですよ。だから、どうなんかな、俺ね。ここらで、飼い猫を探してはる人、いてます？なんか逃げたとか。そうだね。餌をやる人に投げてんねん。あ、そうなんすか。言うたらな、噛みつきとんねん。あ、そうなんすか。猫も行くもんや、とか言ってな。ああ。その人は手術してないでしょ。その人なんか野良猫を飼うとんねん、餌やって。あ、そうなんすか。その人が来たら猫がガーッと出てくる。あ、そうなんすか。うん。ああ、これが野良猫高校の一番西の端ね。ああ、そこなんかそのおばあんが来たら猫がバーッと出てくる。あ、そうなんすか。手術してないでしょ。手術も何もしてないもん。だけど手術してる猫ここにおるんやけどね、誰か手術してんすかね。こんな気まぐれで掘ったんちゃうもんだ。あ、掘ったんすかね。うん、まだもし誰か探してはる人おったら教えてくださいよ。ここ僕保護していていくからね。あ、どう。ああ、ちょっと。ああ、そういう人もね。ああ、なんか猫、もし家買うてていなくなったんや、いう人がおったらね、また。保護者あんの？あ、そうそう、僕、今からもあれしようかな、思って。大変やな。ああ、そうです。今、親子のあの人だと喋っとったけど、ね、あの、やっぱり減ってる言うてね。ここはまだあれやねんけどね。おいで。まあだけど、あの公園の方も知ってはってね、減ってるんで、俺はって。で、僕のね、YouTube のアカウント教えて、今、また見ます言ってくれて、ね。さあ、今からほんで、これ、保護してみます。はい。はい、来ました。来ました。まあ、この子もすぐ捕まると思うけどね。やっぱりあの人に聞いたかで、やっぱりその、あの、野良猫やいう感じですね、この辺の猫は。おいで。おいで。おいで、今日はシート引いてます。言われたように。おいで。まあ、早速、引っかかると思う。
人来たからちょっとあかんかな。人来たね。まだ逃げるかな。あ、入っていったね。おいしいぞ、食べてみ。はい、食べてみ。健康状態はどうだ。やっぱりこうオーラの。あ、そうだ。まあそっちからじゃ食べられんのに、一生懸命。まあこんなにね、近くでもね、逃げへんというのは相当お腹減ってるんでしょうね。まあ 100% あのさっきのおっちゃんも言ってたようにね、あの困ってると思います。あれ腹おっきいんかお前。おいで、ほらおいで、おいで、ほらほら、ちょっと置いてた。はい、食べ。はい、動いたやろ。これ美味しいやろ。ちょっと食べてみ。あ、こっちもやな。後ろからだ、怖いな。ここにとこ。おいで。ああ、飛んでいった。あ、食べ。落ちてる、落ちてるやろ。あれ、食べないね。あら、逃げていったね。あれ、ほら、あいで、あいで、あいで、保護してるんですよ。保護いっぱいおるんでしょ、この辺野良。この辺なんか野良多いいうことで、そうでしょ。それで保護して里親を探そうって。まあ、変に思われるからね。ちゃんと言うとかんと。はい、食べ。食べなさい。あと一杯だけどね。あ、逃げたね。食べ。警戒してんね。やっぱり。ちょっとないね。また入れますわ。なかなか食べないですね。分かってるんだよね、あるところは。毛並みは綺麗もんね、この棒の猫。やっぱ餌を持てるだけね、カリカリとかね。なかなか入らない、うん、警戒してはんね。これ以上入れんもんね。あと一歩がね、なかなか入った。行きましたね。捕まるパターンですね、これは。はい、入りました。はい、どうや、こんな子
三毛猫かな。ペロちゃんの次に三毛猫です。これ三毛猫いうのかな、はい、はい。先ほど保護した子、こんな子です、ね、三毛猫ちゃん、ね、こんな感じの、まあ、おそらくメスや思います。それでね、明日暇やからね、仕事も休んでいうことでね、連絡があったから病院にね電話して、先ほど電話したらもう一匹の手術、キノコちゃんも手術いけるかなって聞いたけど、手術は無理なようでね、検査はね一匹だけやったらいけるいうことで、明日11時この子連れて行きますね。こんな可愛い子ですね。まあ聞いてもらったようにね、あそこはもう餌やりでね怒ってる人が多いいうことです。まあそういう感じでね、これからもね、またエリアを広めて保護していきたいと思います。はい、はい、現在のくんちゃん、くんちゃん、ちゅうら、チュールがやっちゃうから嫌なのかな、最後に走った。